は、2009年3月30日から、TBS 系列にて生放送されている、平日の情報ワイド番組である。2008年11月27日、TBS は、コスト削減の一環として、11から12時代の、ピンポン。13時代の昼ドラマ枠で、愛の劇場と、昼ドラの日本。14から15時代のニジ、虹茶を。 を2009年3月末で終了させ、5番組に、アラフォー世代を狙う、本番組を開始すると、同年2月に発表した。本番組開始当初は、全番組までの直前番組を引き継ぎ、TBS の未同枠で、もうすぐ昼帯、を放送していた。CBC 版の3分クッキングをネットするツボネは、ピンポン、第2部のみをネットとして、 午前の開始時刻を11時30分としていたが、口述のように、午前のフルネット曲数は、本番組開始当初より増加している。午前の11時30分11時55分は、番組開始当初から、ザニュースを、2010年3月29日以降は、JNN ニュースを放送している。大霊部前編及び、午前の内冒頭30分は、 ローカルセールスとなっており、午前前半をネットしている地区でも日により自主編成で差し替える地域もある。有事などは、通常、午前を11時30分に飛び乗るボネガが臨時で、フルネットとしたりする場合がある。番組開始初年度の11時55分から12時は、新聞上は本番組に、内報扱いされたチューブ日本放送が制作するミニ番組、昼ネタ。 大人の教室放送のため、本番組は一旦中断となっていた。金曜日13から14時台は、本、番組ブランドを用いた、えなりかずき、空ナビと、バンバンバンを放送したが、2010年3月26日で、バンバンバンが終了し、同年9月24日で、空ナビも終了した。木曜日の放送は、基本的に生放送ではない。 これは当時放送されていた、関口博士の東京フレンドパーク2の出演者でも、あっためぐみが月曜午後の番組収録に参加するので、時間、スケジュールの兼ね合いから、生放送が、物理的に不可能なためであった。こういった事情により、月曜日については、基本的に当日放送の約2時間ほど前にとって、出し形式で、事前収録していた。 初代総合司会は、虹茶王。から、続投で本枠3度目の登板となる本邪魔家の恵み、年明。初代アシスタントは2009年3月に終了した、イブニングファイブから小倉博子が起用された。開始当初は、曜日ごとの MC として、寺脇康文、高橋勝則、石黒県、高島正宏も出演していた。開始当初は、ビデオリサーチによる、 関東地区、世帯、リアルタイムの午後の視聴率が2から4%の間を行き来していた。夏季休暇期間の2009年7月20日に再改編を実施して、月から木曜の午後は全局13時53分終了になった。毎日放送、山陽放送、中国放送、テレビ、山口など一部の系列局は、 再開編を待たずに2009年7月2日、テレビ山口は6月25日に月木曜14時台の放送を打ち切り、およそ3週間だけ13時55分までの飛び降り、編成となった。この開編で開いた14時台は、夕方の、サカスさんが移動する。2009年7月20日以降、月から木曜14時台の後継番組扱いとして、 サカスさんをネットする曲数は11曲となる。7月17日までサカスさんに内願されていた先出し、ザニュースは月から木曜16時43分から16時53分枠、金曜16時45分から16時53分枠に移動し、ザニュースが単独番組として放送され、十四時台内のショッピングコーナー、昼帯、コレクションは、 買い時として独立した。この再開編では本番組立ち上げを機に終了した2番組ピンポンの小森やトールと虹茶をの TBS アナウンサー斎藤哲也が再度出演し、両者は過去に担当していた企画を再び担当することになる。放送内容も他局でも放送されているワイドショーのような時事ネタなどの報道関連の話題が 中心となり不審で再改編、特に2009年8月以降報じられた芸能人に関する薬物事件は番組のほぼすべての時間を割いて報じた日もあり、8月は視聴率が4%から6%台に上昇して8月7日は当時の番組最高平均視聴率の7.9%となるが9月以降は視聴率が 再び低落死3%台5%台で推移した。2009年7月22日は日本各地で部分、トカラ列島を中心とした南西諸島では、怪奇の日食が観察されることから、奥様劇場ともうすぐ昼帯、お枠交換して10時5分から11時に、報道特別番組扱いで通常より前倒し、一部地域を除いて、 TBS ニュースでも最ル放送し、午前を通常フルネットしていない地域の一部でもネットされた。2009年9月28日から午後の開始を5分前倒し、月から木曜は11時55分から13時50分に、金曜は11時55分から12時50分の放送となり、中部日本放送が制作する。 空ナビも10月2日より5分繰り上がって12時50分から13時50分となる。日替わりで出演していた石黒健ら4人が交番する代わりに、八代秀樹が月木曜のメインパーソナリティ兼スペシャルコメンテーターとして、新レギュラーに起用。番組内容は、今起きていることに、最大限こだわる生放送として、ピンポン、に近い放送時間へ変わり、 内容も報道色を強めた企画を中心としたものになった。中部日本放送が制作する、昼ネタ。大人の教室は、大人の教室に番組名を変更して13時50分に移動し、午前と午後の間の一時中断は解消された。新聞の番組ライン上では、大人の教室、空ナビ、バンバンバンが独立番組として表記されているため、昼帯。 TBS 制作部分は、月から木曜版が13時50分で、金曜版が12時50分で、おのの終了することになる。この改編に合わせて直前ミニ番組、もうすぐ昼帯、が2009年9月25日で終了した。当番組内のショッピングコーナー、昼ショピ、は、快適。通販通として独立している。2010年4月2日から、 TBS が制作する、昼帯。金曜版の月から、木曜同様13時50分まで放送する。ニュースパートは小川から伊藤に変更。タイトルが、ザニュースから、JNN ニュースへ、ニュースも含め英語表記に変わり、金曜午後の全国ニュース枠も、現行の12時41分頃から月木曜同様13時41分頃に変わる。スタジオセットと、 テロップが変更されて5月3日からはオープニングの昼帯、ハテナで用いる左側から引き戸のようにフリップを創出するものでトップ項目を紹介する6月14日からオープニングをこだわり3分トークコーナーとし3分間で出演者がトップ項目についてトークするコーナーに変更し6月28日から昼帯100人に聞きましたに変更する 毎日放送が制作する、バンバンバンは終了し、中部日本放送が制作する、空ナビは2010年4月2日より13時55分から14時55分に移動して放送する。昼帯の冠が外れ、金曜日も13時49分に本番組のエンドカードが使用されたため事実上独立番組になる。2010年10月から、 金曜13時55分から14時55分、放送かつご座番組の空ナビ終了に伴い、金曜14時台も、ローカル枠として、ドラマ再放送枠や、各局別自社制作情報番組放送枠となる。3月11日の放送直後に発生した、東日本大震災で3月14日、以降特番構成となり一部のコーナーが休止となった。 後術のエンディング曲も自粛となり、オープニングで流れるテーマ曲が一時期エンディング強要となった。この春改編で日本テレビがドンを終了させ、昼なんです。を開始して以降、視聴率で同時間帯の一位になることが多い。2011年4月19日に午後の平均視聴率が6.6%でスーパーダイス級が フジテレビ、笑っていいとも。に抜かれて、以来27年ぶりに、TBS が同時間帯で、視聴率の主位になり、以降たびたび同時間帯の視聴率で主位となる。2011年7月19日に、午後で9.0%を獲得し、同時間帯民放主位並びに、番組過去最高となる。開始当初は、打ち切りも検討されたが、 2009年春改編でスタートした番組として唯一継続する番組である。2012年3月26日に再度スタジオセットとテロップを変更する。開始当初からアシスタントを務めた小倉が2011年12月末に第二子の妊娠を発表し、2012年3月30日に交番して5月に出産した。 4月2日より2代目アシスタントとして2013年12月末までは、マスダ・エリナが全曜日を担当し、各週の月曜と水曜のみ、江藤愛が担当した。2014年1月からは、月曜のみ江藤が、火曜から金曜までをマスダが担当する。江藤の当番はマスダが、他の曜日のレギュラー番組と掛け持ちとなり、その収録や、リハーサルなどの都合によるものとなっている。 また天気コーナーについては以前より出演している柏木由紀に加え新たに AKB48 のメンバー4人が日替わりで担当する2012年の年間平均視聴率は午後に5.9%で番組開始以来午後で初の同時間帯横並びトップとなる2013年は 5.7%2014 年は7.0%で TBS が同時間帯で、年間同時間帯視聴率1位になるのも、放送時間で比較が可能となった1988年4月以降で、初めてで、翌2013年以降も同時間帯横並び1位で、ある。第2代アシスタントのマスダが2014年の4月改編で、一服、のアシスタントへ移動したため、同年3月31日放送分から、えとが、 第3代目アシスタントを務めている。2015年3月30日より、午前に新たなローカル枠が設定され、キューピー3分クッキングネット局もこのローカル枠の差し替えを行使して、フルネットが可能となった。午後の放送時間は13時52分まで再延長され、本番組の後続番組、午後ネタが3分番組に短縮される。 13時55分に開始する CBC 制作でローカルセールス枠の午後スマ、午後をスマイル、マイナスは TBS での番組途中までのネット受け返しに伴い本番組の兄弟番組となる6月12日まで午後ネタの冒頭30秒に本番組キャスターのめぐみらと午後スマのキャスターの石井良二が会話するクロストークを当てた 2015年9月28日より編成上の音声がステレオに変更された。当初はモノラル音源で放送されている現状は変わっていなかったが2017年10月2日から JNN ニュースのパートのみフルステレオ放送になった。2016年4月1日より前日をもって本番組後続のミに湧く午後ネタが終了したため午後が さらに3分後拡大の11時55分から13時55分の放送となり、午後スマート直結。これに伴い、午後スマートの接続もステブレレスに変更。2016年10月3日より、午前を35分拡大、番組全体の開始時間を10時25分に前倒した。また、同日より、午前のコメンテーターとして、立川志楽くが登板。 TBS の発表前は、視聴率が低迷する8から9時台の白熱ライブビビットの救済を目的に開始時刻を10時頃に前倒しするとの報道もあったが、結果的には帯ご飯。が組まれた。各局の枠切りが異なるため、午後との同時間帯比較はできないが、2018年6月、第2週以降、フジテレビ、バイキングモアが、 時間帯1位となる日も現れていると報道されている。ただし、現時点では、本番組が、おおむね1位を保持している。2018年度の午後の部が、平均視聴率で6.1%を獲得して2012年度、以来7年連続で同時間帯トップとなり、さらに午前の部と午後の部を合わせた全体では、平均視聴率5.7%を記録し、 こちらは2011年度以来8年連続で同時間帯のトップを維持した。TBS テレビ系列では2019年9月30日からビビッと帯ご飯に代わってグッドラックの放送を開始。志差し略がメイン MC に就任したが当番組午前枠のコメンテーターも続けたため制作局の TBS では放送上。 約3時間にわたって両番組へ出演していた。一般観覧者をスタジオに招いての公開放送を実施してきた午後枠では2020年の初頭から日本国内で新型コロナウイルスへの感染が広がっている影響を踏まえて同年2月27日以降は放送中の一般観覧を休止。4月以降は全編にわたってスタジオへの出演者を 最小限にとどめながら、コメンテーターやゲストの出演を、TBS 局内の別室や自宅などからの生、中継方式へ切り替えている。同年6月1日から、心差し同月22日から8台が、スタジオ出演を再開したが、他のコメンテーターの一部については引き続き、リモート出演で対応している。午後枠のコメンテーターについては、 同年10月19日から1日につき1名がスタジオ出演を再開。同年11月9日から全員がスタジオへ再び揃うようになった。同年12月2日放送分で通算の放送回数が3000回に到達。2021年3月26日には3代前の番組から17年にわたってナレーターを務めてきた。 水島博士が当番組から優退したほか、グッド・ラックが終了した。翌週放送分から、スタジオセットとテロップを9年ぶりに変更。グッド・ラックのメイン MC だった白くは、当番組の午前枠コメンテーターへ1年半ぶりに専念している。その一方で、午前枠のリニューアルを観光。昼帯のコーナーを新設したほか、各曜日に、 女性タレントを日替わりコメンテーターへ新たに迎えたことによって午前枠の男性コメンテーターが心差しだけになった。なお、めぐみは2020東京オリンピック閉幕の翌日に自宅からのリモート方式で当番組へ出演。めぐみによるリモート出演は初めてでスタジオでは八代が生放送を進行した。めぐみと同居している家族の一人が Covid-19 へ感染したことに伴う措置で、めぐみ自身は PCR 検査で陰性が確認されていたが、大事をとって、同月16日放送分まで、リモート出演を続けた。第3代アシスタントの江藤は、2021年10月1日スタートの、ザ・タイム、で、キ金曜日の新興キャスターに起用されたが、当番組でも同月4日から月水曜日に限って、 アシスタントを続けている。このような兼務体制の導入に伴って、き、金曜日の公認アシスタントには、ザタイムの、全身番組で9月30日までキャスターを、務めていた後輩アナウンサーから曜日別に一名を、起用。当番組のプレゼンター13時代、JNN ニュースのキャスター、江藤の代理アシスタントを経て、朝ちゃん、に出演していた。 日々、真央子が10月1日から、毎週金曜日、当番組のレギュラー未経験者で、早動き、を担当していた、皆川玲奈が同月7日から、毎週木曜日にアシスタントを務めている。当番組のレギュラーアシスタントを、曜日単位で複数のアナウンサーに分担させることは、前述した、マスダの交番以来7年半ぶり。日比は、歴代のアシスタントでは初めて、 本編のアシスタントと並行しながらアシスタントを務めない日に JNN ニュースのキャスターを10月6日からレギュラーで担当している。その一方でレギュラーでの出演期間が5年以上にわたるコメンテーターから一部の人物が2021年12月で順次卒業している。当番組の開始に伴って終了したヒルドラ枠で 全国ネット向けの連続ドラマを中部日本放送と毎日放送が交互に制作していた経緯から13時代には中部日本放送14時代には毎日放送の制作で以下の番組を全国ネット向けに放送 TBS テレビが制作するパートについては金曜日のみ12時台で放送を終えていた週替わり現職のアナウンサー午前のコーナーで当日に 注目のお天気、事件、事故、芸能、スポーツなど、話題のニュースを一つ取り上げて、冒頭の約10分間で紹介している。その他のニュースは、昼、帯ライフの前に放送している。ほぼ毎日午前に中継で、リポーターや同局、系列各局の記者が当日に、注目のショップ、レストラン、イベント会場、事件、事故、天候災害などを、現地から、 食レポ、検証など生リポートで紹介するコーナー。2020年4月からは、新型コロナウイルスの影響もあり中継される日も少なくない。また、コーナー名が使用せずに不定期で中継を行っている。平成から令和への改元にかけての週は、平成の現場として一時的にコーナー名が変更されていたこともある。午前枠でコメンテーターを務める田のコーナーで、 午前枠のプレゼンターが進行。放送日の時点で、注目度の高い話題の要点を、独自取材の成果を交えながら分かりやすく解説する。当初は水、木曜日に放送されていたが、2021年1月以降は、コーナー名を使わず、か田が出演日曜日を変更した同年5月以降は、月、木曜日に放送されており、昼、帯ライフは放送されていない。 2021年2月より開始。放送時点で話題のデータ、トレンド情報、文化や生活に関して、放送時点で流行している商品やサービスを、プレゼンターの体験取材を交えながら、およそ10分にわたって紹介する。当初は、午前枠の終盤、2021年3月以降は10時台の、終盤から11時台の序盤にかけて放送されている。また、 当初はテーマに応じて、昼、帯ライフ、昼、帯リサーチ、昼、帯カルチャー、昼、帯トレンドというタイトルを使い分けていたが、2021年4月改編以降は、昼、帯、ライフに統一されている。本編のアシスタント以外のアナウンサーがプレゼンターを務めるため、アシスタントはコメンテーター席の末席でプレゼンテーションを、 見届けながら、恵みからの指名に応じる格好でコメントを随時、挟んでいる。テーマによっては、当日に紹介する商品を、アシスタント、やつしろ、当日の午前枠コメンテーター、午後枠へ出演する機会の多いゲストが、本番前の控え室や自宅などで使用、試食、試飲した様子を収録した映像も放送。当初は前曜日で放送されていたが、 少なくとも2021年の9月以降は、月、日、木曜以外の曜日に編成。水、金曜日には、基本として、毎週放送されているが、水曜日の放送枠が、ドラマや、バラエティ番組の PR に当てられる週には、放送日を火曜日に振り替えている。年内の最終放送では、当概念で視聴者やめぐみ、やつしろ、 志差しからの反響が大きかった情報を総集編としてテーマ別に振り返るほか紹介した商品の視聴者プレゼントを番組ツイッター公式アカウントとの連動企画として実施している。TBS テレビが当番組と並行しながら平日に制作している JNN 全国ネットの報道。 情報系3番組と連動した企画で2021年12月21日から午後枠の冒頭で放送。N スタ、ニュース23、ザタイムで放送したニュースの内容を AI で分析した結果をもとに注目度がとりわけ高いと判断された言葉をワードクラウドという手法でモニターにまとめて表示する。 モニターに表示されるニュースワードの大きさや位置に注目度の高さが反映されていることが特徴で、この企画が始まってからの午後枠では、基本として当日出演のコメンテーターが指定したニュースワード関連の話題を最初に取り上げている。通常は当番組のスタジオ、緊急時や重大ニュースの発生時には、十一時台の JNN ニュースに続いて、 ニューススタジオから伝える。テロップ類は他の曜日、時間帯での JNN ニュースに準拠しているが、担当アナウンサーの指名テロップのみ、2010年度から当番組内の他コーナーの使用に合わせている。13時50分過ぎに放送。森明が気象情報の解説を行う。気象に関する話題を取り上げる際は番組の冒頭や中盤。 JNN ニュースの前に放送される場合もある特集コーナートップ項目などその日最も注目する話題を独自の取材などで取り上げていく最初に VTR で報じた後にボードを中心に使って詳細な内容を紹介していく2014年3月までは番組上のコーナー名は〇〇のひる得となっていたが 2014年4月以降は担当者が曜日別となり単に昼特となった。また昼帯はてな同様コーナー名が右上に表記される。最近はコーナー名が使われない日も少なくない。番組開始時からのコーナーであり政治や経済、社会問題、トレンドカルチャーなど疑問に感じる一つのテーマを取り上げ3人の 当事者やエキスパートへのインタビューを交えて掘り下げていく。ピンポン。でも、同様の企画を放送。コーナーの名物として、フリップ喪失装置が使用されている。2012年頃からは、三人に聞きましたの名称がなくなり、事実上、ヒルトクのおまけ版という扱いになっている。また、最近は、コーナー名がほとんど使われない。 番組開始時から11時台前半は新聞記事を紹介するコーナーである。2009年7月17日までは新聞総なんだのタイトルで放送され、12時台にも放送されていた。コーナー名の通り、フリップ創出装置から新聞記事を貼ったフリップが画面左手から高速で飛び出してくるのが特徴で、そのフリップを小森屋が右手で止めてから紹介している。 ピンポン。同様に記事に紹介された商品の実物を紹介する現物入手を行っている。2016年10月に時間枠が拡大されてからコーナー名が使われていない。2021年9月10日放送会で衆院選での野党共闘の話題を取り上げた際に八代が市委員長がつい最近敵の出方という言い方をやめようとは言ってましたが、 共産党は、暴力的な革命というのを、党の要項として廃止してませんから、よくそういうところと組もうという話になるなと、個人的には思いますと発言した。これに対し、党委員長の C 和夫は、局の担当者に抗議し、番組としての謝罪と訂正を求めました。事実無根の卑劣なデマは、絶対に許せませんなどと自身のツイッターで抗議した。 これを受けて TBS テレビ広報部は同日共産党の綱領には記載がなく発言は誤りだったと謝罪し13日放送分でも江藤が先週の放送で野党共闘のテーマを扱っている際に日本共産党についてまだ暴力的な革命というのを党の要項として廃止していないという発言がありました日本共産党の綱領に そのようなことは書かれていませんでした。訂正してお詫びいたしますと謝罪。その後、八代は先週の私の発言についてですが、私の認識は閣議決定された政府見解に基づいたものでした。一方、日本共産党はそれをたびたび否定していることも合わせて申し上げるべきでした。申し訳ありませんでしたと説明し、テレビで発言するものとして、 今後はより正確にバランスに配慮し言葉に責任を持っていきたいと思いますとお詫びした。しかし、C は自身のツイッターでコメンテーターの発言は暴力的な革命を党の要項として廃止していないという虚偽発言への撤回、謝罪になっていないと批判し、党広報部長も t b s テレビ担当者に、八代氏の今日の発言は謝罪。 訂正になっていない、公正、公平な番組として、引き続き死を起用するつもりなら、事実に基づかない発言をしたことへの死の謝罪と、訂正をさせるべきと申し入れた上で、同局担当者からは、八大発言を検証し、検討しますという返答があったと、明らかにしている。そして9月17日、八大が、再び謝罪。C、が、自身のツイッターで、謝罪。 訂正したものと受け止めますとコメントした。この発言後、番組スポンサーのキューピーは番組中の CM の放送を見合わせる事態となり、9月29日に行われた TBS テレビ社長定例会見でも、代表取締役社長の佐々木拓は、番組内で出演者の方の発言などに誤りなどがあった場合は、速やかに訂正してお詫びすることが重要だと思っている。 総選挙が近いということもありまして、選挙関連のニュースを伝えることが多くなっている。これは厳しく今しめなければならないと述べた。2000年代2009年2010年代2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年代2020年2021年 ありがとうございます。